アグスティン・コスメ・ダミアン・デ・イトルビデ・ヤ・ランブルは、メキシコ独立革命の指導者、メキシコ帝国の皇帝アグスティン一世として、君臨した。スペイン植民地ヌエバ・エスパーニャのバリアドリッドにおいて、誕生直前に、メキシコに移住した、スペイン人の両親のもとに生まれた。メキシコ市にて外戦する、イトルビデ1798年から1810年まで、スペイン軍に在籍し、 注意まで昇進した1810年にメキシコ独立戦争が勃発した際、独立軍を鎮圧する側であるスペイン軍の一員として戦った。有能な司令官であったイツルビでは、1816年に北部メキシコのスペイン軍を指揮すべく配置された。しかし、次第にメキシコ独立軍に同情を寄せるようになり、反乱軍の指導者、 ビセンテ・ゲレロと秘密交渉を持つに至った。1820年にイトゥルビデは指揮下のスペイン軍を率いて反乱軍に合流した。この軍は3つの保障軍として知られる。1821年2月、イトゥルビデとビセンテ・ゲレロはメキシコを君主制国家として独立させる保守的な独立計画であるイグアラ工業を交付し、統合された独立メキシコ樹立を呼びかけた。 彼らは共に他の反乱軍の急合に成功し、メキシコからスペイン王党派を追い出し、イクルビでは新政権の首脳となった。この時、歴史的な過ちとしてメキシコを出て行くスペイン人たちが保有している土地とハードカレンシートを交換して良いとの協定に署名してしまった。スペイン人らは国中の良質の土地の権利を保有していたため、その代金の支払いでメキシコは、 持っていたすべての通貨をすぐに使い果たしてしまった。教会の銀の金や金の祭壇も溶かされてしまい、メキシコは国際社会に出現した時点ですでに破産状態であった。イットルビでは保守派と呼ばれるヨーロッパの王家のものを君主とする君主制国家を理想とする層の支持を得、また影響を受けていた。しかしヨーロッパのどの国王も メキシコの要請を受諾しなかったため、ナポレオン一世の例に習い、イトゥルビデ自らが皇帝を名乗るように説得された。イトゥルビデは、王権神授説を心から信じており、王室の血統を持たない者は、ふさわしくないと考えていたが、不祥武将これを受諾した。実際、1822年5月18日の、夕刻、通りに出た兵士たちにより皇帝衰退の宣言を、 受けたが、彼はバルコニーに現れ、議会の承認なしにこの栄誉を受けることを辞退した。翌朝早く議会が招集され、評決の結果77対15で皇帝に指名された。1822年7月21日、メキシコ立憲皇帝アグスティン一世として退官した。アグスティン一世は軍隊を率いていた時と同じように、国を治めようとし、従わない者を投獄した。 彼のやり方に反対する勢力が伸長するのは早く、1823年には、グアダル・ーペ・ビクトリア、アントニオ・ロペス・デ・サンタ・アナラを筆頭とする、各州の知事や軍隊の司令官が、笠又綱領考を作成し、イプルビデを倒して、メキシコ共和国を樹立することを目的とした。1823年3月19日、アグスティン一世は流血を起こすことなく退位し、出国に合意した。 引き換えに終身にわたって年金が与えられることになった。イットルビではまず、イタリアへ亡命し、その後ロンドンに移り、そこで、ステートメントオブサム・オブ・ザ・プリンシパル・イベンツ・イン・ザ・パブリック・ライフ・オブ・アグスティン・デイ・トアビデになる自助伝を出版した。しかし、再びメキシコへの帰国を決意し、1824年7月15日、タマウリパス州ソトラマリーナに上陸したが、そこで、 パディーリアの町の当局者に逮捕され、その場で直ちに射殺された。1838年にアナスタシオブスタマンテの保守党政府は、イトゥルビデの遺体をメキシコシティの大聖堂へ移し、国家の解放者として再評価して改めて葬儀を行った。1865年、イトゥルビデの孫にあたるアグスティン・デイトゥルビデイ・グリーンとサルバドール・デイトゥルビデイ・マルサンは、 メキシコ史上もう一人だけ存在する、第二帝政の皇帝マクシミリアーの一世の養子となった。ありがとうございます。